お願いします。それでは行きましょう。ヨーヨー世界チャンピオン周高田です。大きな拍手をお願いいたします。周高田、さあ音楽に合わせてパフォーマンス披露していきます。ぜひ手拍子をしながら盛り上がって楽しんでいきましょう。中心に世界中で国際スポーツとして親しまれております。彼はなんとその現役の世界チャンピオン、8月にアメリカで行われた世界大会から優勝して帰ってきました。お仕方が見えたら大きな拍手。さあそして複雑なトリックから今度は端っこが出てきた大きな拍手。地元ねロゴのカラーがマッチしております。この辺のおしゃれなボールダンスの見つけたものでございます。ステップマインド。彼はですね、もう唯一無二のこのダンス、アクロバットをですね、融合させたヨーヨーパフォーマンスで、もう海外のオーディションでもですね、最近は賞をいただいて、まだね、公開できないようなメディア出演なども多数ございます。さあ、そしてこの辺のね、ちょっとかっこいい不思議なトリックも、披露してきてくれております。さあ、なんだこれは、不思議なトリックだけなんです。ちびっ子が喜んでおります。そして水平に泳ぐマスターホリゾンタル、そして夢の上でマスターぜひ大きな拍手お願いします。フィニッシュは指の上でスタート巻き。インスタ映えめっちゃするトリック祭が披露してくれました。まだまだ続きます。ここからです。今変えたらもったいないです。さあ彼がですね今度は、最も得意とするツーハンドルーピングスタイルのヨーヨーパフォーマンスを披露してくれるんですが、せっかくなんで、はい、まずは一言ご挨拶をいただいて彼の人となりを知っていただいてからパフォーマンスをさらに楽しんでいただきたいと思います。お願いします。はい、皆さんこんにちは、ヨーヨーパフォーマーの周高田と言います。 Hello, I'm 周高田 from Japan and I'm World Yo-Yo Champion this year and I hope you like my performance. Please watch it. andそれでですね、僕の今日使っているモデルがですね、この今日ヨーヨーの販売もしてまして、こちら僕のモデルのヨーヨーです。 This is my signature model and you can buy it this one. and このヨーヨーとかもあるのでぜひチェックしてもらって、次のパフォーマンスが、僕の本気のパフォーマンスになります。ヨーヨー2つ使ってダンスとか、バク宙とかですね、そういうのもやりながらパフォーマンスしたいと思います。ぜひ大きな大技が決まったら大きな拍手をよろしくお願いします。今回ですね、この前世界大会、あとドイツでちょっとパフォーマンスしてて、日本に帰国して初めての、日本のパフォーマンスになるので、よかったら最後まで楽しんでご覧ください。というわけで一回ちょっと準備をしたいと思います。ね、英語まで喋れちゃうんですよ、もうね。弱点ないと思うんですけど、歌 NG です、皆さん。歌 NG なんで皆さんよろしくお願いします。で、歌 NG なんですけど、YouTube チャンネルやってますんで、皆さん、ぜひ、ABEX なんですけど、歌 NG でやらせていただいてますんで、はい、ぜひよろしくお願いします。最近ね、YouTube ではいろんな企画もやらせていただいてて、ヨーヨーでいろんなものにチャレンジ。最近だと、お祭りの水風船のヨーヨーを使って、チャンピオンがやるとこんだけお客さん集まるんだぞっていう企画を、あれ、どこのお祭りだったんですか？あ、新橋のお祭りで、はい、人騒ぎを起こしてきました。いい意味でね、はい、炎上はしてないんで、ぜひそれもご覧いただきたいと思います。チャンネル登録よろしくお願いします。ではですね、本気のパフォーマンスいきたいと思います。写真撮影、動画撮影 OK なので、ぜひ撮影していただいて SNS どんどん拡散いただければと思いますので、よろしくお願いします。ではもう説明この辺にして早速ご覧いただきましょう。再び大きな拍手でお迎えください。周高田のツーハンドパフォーマンスです。お願いします。トゥーラブトゥーアップ。さあ先ほどよりよりダイナミック、よりスピーディーなトリックたくさん出てきますので、一時も目を離さず瞬き少なめでご覧ください。さあ最初からオールサングラー、大きな拍手。さあもうね、なぜ俺は絡まらないんだとよく言われるんですが、わざと絡ませるトリックも今はあるんです。世界チャンピオンになるんです。ありがとうございます。手拍子で楽しみながらご覧いただけたと思います。
まあ、まだまだもうね、湧き水のようにどん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 トリック出てまいります。シュータカラによるヨーヨーパフォーマンスをお届けしました。皆さんもう一度大きな拍手をお願いします。